こんにちは、彦右衛門です。昨日島戸城を入れたんですけど、朝見たらいませんでした。カエルに食べられちゃいました。やっぱりプレコとか島戸城みたいなそこをね動き回る生態はすぐ食べられちゃうみたいですね。だからカエルに生き餌を食べさせたい方なんかは土壌を入れてみるといいんじゃないですかね。ちょっと水質を測っています。これまだ水替えしてすぐなんですけど、一番下が硝酸塩なんですけど、それがちょっとねまだピンクなんで、もっと水替えしてもいいのかなって思います。これは餌やりですね。テトラレプトミンっていうのを買えるように買ってたんですけど、なんかあんまり食べてはくれるんですけど、あんまり消化に良くなさそうだったんで、もう魚の餌にしてます。すりつぶしてこんな風にあげてます。結構栄養満点なんで、ね、みんな喜んで食べてますね。カエルは全然無関心ですね。最近カエルが真ん中のお家に全然入ってくれなくて、ずっとこの右側のヒーターのところにいます。この方が観察しやすくてこちらとしてはいいんですけどね。なんだろう、寒いのかな。背中があったかい方がいいんですかね。それとも単にスペース上の問題なのかよく分かりませんけど、水温は今 27.5 度にね設定してます。ヒーターがちょっとこけってきてるんでね、ちょっと故障しないかどうか心配ですね。前日に水替えしたばかりなんですけど、もう一回水替えをすることにしました。ちょっと思うことがありまして、というのも海外のねちょっと他の方のアクアリウムの動画を見てて、僕いつも、週1回3分の1ぐらい水替えしてるんですよ。ただその人が言うには、なんか9割変えて問題ない、全然問題ないって言うんですよね。というのもそのバクテリアは水の中じゃなくてフィルターのところにいるんで、ちょっとカエルのお父さんが邪魔なんでどいてもらいました。そうだからバクテリアはフィルターのところにいるんで、もう水はもう大量に変えても問題ないっていうことなんですよね。でも人によってはあんまり大量に水替えするとエビとかねショック受けちゃうっていうことを言う人もいるんで、本当にアクアリウムは正解がないなって感じですね。測った限りでは硝酸は全然出てないんで、分解のサイクルはうまくいってると思います。ただ硝酸がねやっぱりちょっと出るんで、水草が少ないのかもしれないけど、水槽小さいからしょうがないんですけどね。だからちょっとどんどん水替えして硝酸減らしていこうかなと思いまして、苔も結構目立ってきたんでね。あともっとカエルが暴れてもね、そんなに水が濁らないようにしたいなと思って、ちょっと連続して水替えを今回特に多めに、やっていくことにしました。ただこれ、プロフォースの、S を使ってるんですけど、全開で吸って、吸いすぎたら、水量を調節してっていうような感じでやってるんですけど、結構時間かかるんでね、M サイズをねこの後注文しました。ちょっと今回多めに水替えしたんで、この塩素を中和するようなのを入れます。水質を測ってみます。まだちょっとね、一番下の硝酸塩がピンクになりますね。こちらが1回目の水替えの後ですね。で、こちらが2回目の水替えの後。ちょっとだけ一番下のピンクが薄くなったのかな。落ち着いたみたいですね。結構カエルがいたところをね、掃除したんで、暴れてもそんなに水が濁らなくなりました。まあでも早めに気づいてよかったかなって思います。そのまま硝酸塩が溜まり続けて何か良くない結果になったかもしれませんからね。とっても仲良しです。ありがとうございました。